あ、ビビった。今、西洋家の方でしたか。失礼。失礼。はい、どうも、こんにちは。うぶ主担当の佐々木だと申します。はい。なぜこのように撮っているのかっていうと、なんで相方がいないのかっていうと、ちょっと音声取れてなかったんですね。悲しいですね。まあ、しかし大きな手がかりもつかんだ。歌穂村への地図、これで私は村を探ることができる。そうなんですよね。音声が取れてなかったと。まあ、短い間なんでね、僕一人だけで我慢してください。もう相方いないとね、ちょっと相方出せよ。うっぷ主なんていらねえよと思うかもしれないけど、ちょっと付き合いください。私は警察に頼ることもできない。今更一旦犯人扱い、つまり足もない。しかし地図によれば、私のいる場所から村へ行くのには乗り物でなければ到底無理だと。何か方法がないかと、私はホテルがある森を抜けた。偶然にもそこにはタクシーが1台止まっていた。そう、ちょうど客を降ろしたとこらしい。ダメ元で運転手に尋ねてみると、運転手は歌穂村への行き方を知っていたので、私はタクシーで村へ向かうことにしたらしいです。はい。まあね、すごいね。まあちょっと残念ですね。 残念ですね。非常に残念です。音声取れてなくてすいません、遅くに。 いいんだよ。どうしてあんなところにいたの？はい、なんかまあ用事があって。あんなところに用事かい？どんな用事なの？めっちゃグイグイ来るじゃんみたいな話してたんですけど、どんなお客さんはあそこに？ 質問を質問で返すなとか言ってたんだけど、ここで女の人だよ。あそこのホテルに用事があったんだって。すぐに戻るから行ってしまったんだ。本当ですか？どんな人でしたか？なんか喋ってるっぽいけど、なんか進まないね。何喋ってんだろう。まあ、今回の実況、いつもの実況より、なんかまあ、趣向を凝らしたっていうか、趣向は凝らしてないか。ちょっと観点を変えた実況になってるんですけども、どんな感じでしたか？結構ね、再生回数は少なくてもコメント結構来てたんで、すごい、なんかやっぱりちょっとだけは好評なのかなとは思ってます。まあ、進んでたわ。じゃあ君も呪われてんだね。何この人、なんだか怪しいタクシーな気がしてきた。まあ、ここら辺に止まってるタクシーなんてちょっと怖いよね。歌のは密かにシートベルトを外した。呪われてるんだろ？あの女性も呪われていたよ。あの女性も呪われていたよ。おいお前、呪われてんだろ！呪われてんだろ！歌のの乗るタクシーは暗く長いトンネルへ入っていく。お、下ろしてください！止めて、止めて！呪われている。呪われている。 呪われている。呪われている。の あ、なかった。いや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 って言いながら、まあ無理やり開けたらですね、まあ、そうこっちの車から飛び降りるわけですから、結構痛い感じになるんですよね。絶対痛いよね、これ。走行中の車から飛び降りるって絶対痛い、本当に。崖だったらしいですね。タクシーが落ちちゃった。ここはどこ？まあ、この前もこんな、なんか、そういえば、こういう実況したんですよね。この、ホラゲが苦手な友達に夢日記をやらせてみたみたいな。あれもね、完結したかったんですけど、実況プレイ。やっぱり友達が、ちょっとあんまり好きじゃないって。 あんまり俺の好みじゃないみたいな感じで言ってたんで、まあ、そうなんだろうな。 まあ、あんまり無理にやらせると、なんか、やっぱり、ね、ちょっと、いつ奮発するか。 何がって感じだけど、いつね、奮闘するか分かんないんでね、ちょっとやめときました。まあ、こんな感じで、音声が、まあ、なくなってるところはもうそれで終わりかな、多分。このマップ見てからかな。やっぱりね、一人で喋るとね、何喋っていいか分かんないからね、ちょっとね、日本語がおかしくなるんだよね。奮発するってなんだよって感じだよね。奮発するってなんだよって感じだよ。
まあ、白黒の地図をゲットしたらしいですね。掲示板かなと、掲示板かなと何も書いてないのかなと掲示板のくせに、まあこんな感じで実況プレイをとりあえず一回撮り終えて、まあ続きですね、次次の続きですねとかちょっとよくわかんないね。やっぱり日本語かしね、俺ちょっと日本語勉強しないといけないね本当に。あれ終わんないね、なかなか。そろ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 、あ、上位互換ほんとね、イケメンだ。ディスコード見える？見えるよ。よし、やっていきますか。はーい。途中からここだね。あ、もう撮ってる。オッケー。撮ってるって。そうね、ここが覚えてますか？歌穂村だよね。そうです、歌穂村の前のなんか森みたいな感じですね。で地図を手に入れたんですね。まあサクサク進めるために最初に言っておきますと、はい、まあ、大体わかるとは思うんだけど、この赤いのが、まあ、あれです、鍵だよね。あの鍵ですね。これはこの全部鍵をゲットしていかないといけないんですけど、この目玉マークすごい気になってんだけど、何かねこれね。ああ、これはもう言及しません。言及しません。頑張ってください。この右の目玉に至ってはなんかもう線引かれてるけど、何これ、飛んでるよみたいな。飛んでる、そんな蜂みたいな。そう、そんな感じで考えてくれれば。あ、なんだこれ、椅子進行を手助けする合言葉を述べよう。あ、これはですね、あの2周目あるときにめんどくさくなったそこの合言葉打つと、あ、そのあのまあ村へ直行できるんですけど、まあ今回はね、あ、違ってる。それそうですね、味噌弁当なんて。そんな合言葉、味噌カツ弁当って入力したつもりなんだけど、完全に味噌弁当だね。3文字しか入らないんだね多分あれは。待って、地図を見た感じだと今俺が行ったのは一番左下だね、今行ったのは。今ちょっと上行ったでも伏せられてたんでね。うん、で俺が次に行く鍵のところは右上か。右上、左上、うっるるるるる。ちょっと、はい、ちょっと、おい、やめろ。今のが83ですね。あ、今の83なの？83ですね、多分、わかんないけど、わかんないけど、83ですね、多分飛んでるんで。どんな83だよ。広いね。今回グラグラってなるかもしれないから、まあ、ここをサクサクってできるように頑張ってください。あ、井戸がある。てかこれもうすごい巨木だと思ってた。これ木じゃないんだ。巨木ではない。めっちゃ高い位置だったね。これ渚でいいのか。渚の塔かな多分。うわぁ、いやー、そこ右見てもらうと、そう、綺麗な花がね、お、埋まってるんです。何か埋めてある。お、渚の鍵。これ渚の塔だよね。そう、渚の塔ですね。これ鍵、どっかに使うんだろうな。もう鍵ですからね。で、あ、そう、鍵今拾ったってことは、そっか、右上の写真じゃねえ、右、左上に行けたんだね。そう、左上に行けたね、今。
え、なんか渚って書いてあるかね。え、あんな白いもやかかってるとこあった？まあ、あるらしいね。まあもう今もやがかかってるからね。もう全体的にもやがかかってんでしょ。なんか一つだけもやかかってるんだけど。うん、もやかかってんね。行ってみたら。ちょっと川行ってみるか。どうせあそこ通るし。じゃあタンガ。その左下行かなくていいの？あ、左下？左下に鍵なかったっけ？え？ん？あのマップの左下に鍵マークついてなかったっけ？あ、ついてたけど、あれ合言葉必要だぜ言われたぜ。ああ。あ、俺あれ行った左下じゃない？もしかして。多分左下じゃないと思う。古畑の塔。何もないね。オッケーオッケー。綺麗な穴。下に何か見てある。鍵。イニシエの鍵。あれ？今鍵手に入れたってことは、あれか。え？川なんてないよね。川なんてないね。あれ？どこにいるんだ？今、イニシエって書いてるところ、渚の右下だね。あ、ここか。鍵あんじゃん、ここにも。まあ、全部の塔回った方がいいってことだね。嘘つき。ここにもあるね。塔回るの大変だね、俺。そうなんだよね。伏せ身の塔。伏見かな、わかんないけど。はい。あ、まあ、多分塔全部に鍵があるんだろうね、こう。そうだね。ただこっちにも一個あるんでしょ？おや？違う。一番左下が伏せ身じゃなかった？わかんないけど。あれ？そうやったっけか。白黒の地図。あ、ほんとだ。あ、そうだね。あ、じゃあこの台ってとこ行ってないのか。そうだね。ここが、伏せ身。この伏。伏し身。うん。あ、これか。犬神の塔。犬神の塔。なんか地図には大きいって書いてあった。あー、あれ？どういうことだ？なんか、それっぽいのが、川の下の湖山の左にあるんだけど。あれ？そうだね。地図違う？綺麗な穴だ。下に何か見てある。犬ゲット。犬の影。犬ゲット。ちょっと井戸覗く意味あるのやめてよ、怖いから。そういうの、あ、なんかある。これも塔だね。これも塔だね。この塔が古畑の塔2、多分下のやつだね。古畑の、あー、古2って書いてあるわ。あー、古2のやつだ。なるほど。あ、じゃあ、ここ右上行くと、犬なんとかがあるのね。順調ですね。割と順調だと思うよ。大変ですね、探索が。大変、大変ね。あ？どう行くんだ、これ上。入り組んでるな、すごい。このディスコードの画質だとね、この白いもやでほとんど見えないんだよね。あ、階段がある。待って、ここどこ？階段がありますね。山の山頭ってどこかな、俺。うえぇ、あー、大丈夫大丈夫。今まで幾多のね、その、ホラー要素に耐え切ってきたんだから、これぐらい大丈夫。
いやびっくりするでしょ、悪いよ心臓に。そういうのゲーム中に絶命したらどうしてくれんのよ本当。まあその時はお葬式に行ってあげるよ。あ、塔があるね。ありますね、入り組んでね。塔にも登るの長いしね。川島の塔、川島の塔、川島の塔は、あ、まあ、書いてないところを見るとこの山の三塔ってところの一つなのね。三塔のうちの一角なの ね。山の三塔はゲットしたっけ、鍵。あれ、ここ山の三塔ではない。川島って書いてあったから、多分川って書いてるところ。あ、川か。あ、ここ川なのか。じゃあもっと右があるのか。あ、てかセーブしておかないとね。そうだね、すごい忘れてたけど。あ、一番下はセーブしないでくださいね。あ、あ、いや大丈夫だと思うよ、うん、あぶねぶね、びっくりドンキーだよ。こう川は何もないのかな。うわーねえ、うわっ、大丈夫大丈夫、絶命しない、絶命しない、大丈夫。ちょ、畳掛けて食んない味で。あれが出る前提でプレイするわ。まあ、オッケー、あれが出る前提で。あれ出るよ、目、もう目ガンもう見開いて、うん、もう見慣れたわ。あ、もう君ねみたいな。あ、もう 4回見た、あいつはもう。ああ見たね、もう見慣れたしょ。見慣れた見慣れた。降りちゃう。あれ、まだある。あ、下がある。ここ行ってないよ、山の山頭行ってないんじゃない。あ、右があるんすか。あれ、てかこんなとこ行った、行った覚えがあるけど、一応登ってみれば。あれ、こう川とか言う。あ、違う、ルバタ。あ、違うね、古畑の塔3だ。古畑の塔3。あ、古さんか。あ、古さんの右、犬あるってことやん。犬は取ったでしょ。あ、ビビらねえからな、ビビらねえからな。犬神の塔2。ああ、2は行ってないのか。あれ、でも鍵はないのか。あれ取ったっけ。わかんないな。多分と、あと取ってないのが山の三塔だけだと思うんだよね。あら、そう。右上の。ビビらねえからな。ほう、そうか。いつでも来いよ。大丈夫だぞ。え、あれ何もないんだけど、看板。ないね。ちょっと、右上欠けてるんじゃないのこれ。右上かけてる説あるよ。あれ、階段3つもあった。3つもあんね。おう、あれ、看板がある。ああ、はてなはてなはてなの三刀、これが噂の山の三刀か。ああ、らしいね。これ糸見る意味あんの、やめてほしいよ。もう今左と真ん中見たね、その三刀で。そうね、あとここだけだね。ん、待て。ああ、あれか、真ん中から左は全部見たんだね。そうだね。で、山の三刀の今三つ目に差し掛かってて、あと富と霧と西洋、西洋2があるのね。西洋2があるね。お、鍵ゲット。もう花のこと鍵って言っちゃう。
じゃあ降りていいんだね、多分ね。降りていいとは思うね。西洋に鍵があるのかどうかは謎だけど、多分あるとは思う。ビビらねえからな。オッケー。放ったね、今。え？ん？あ、違う。塔のところに。ね、はい、トミ。トミタの塔。トミタの塔。トミゲット。で、あと右2つ。そうだね。なんか1、なんか1じゃない。なんかとなんか2があるんだよね。なんか2があるね。霧島。霧島の塔。で、霧島2があるんだね。この塔は何なんだろうね。ね、塔ありすぎだよね、さすがに。さすがにね。村じゃないよ、どう見ても。残念ながら。塔だよ。残念ながらね。残念ながら、村じゃないです。あれ？何もないね。もうもうない。でも全部鍵を集めたんじゃないか。鍵集め、ああ、あれね、あの頭文字をつなげようみたいなノリ。で、ここでちょっと鍵を、鍵じゃねえや、地図を見てもらいたいんですけど。ちょっと記録していいですか。ああ、どうぞ。5だよ、5。6があるよ、6。ああ、6があれば、OK。心の準備だけしとくね。ああ。どうせあの赤い顔だろ？違うがん。違うんですけど。違うや。この、多分、川のところを行くと、その、はい。まあ、この塔を抜けれると思うんですよ。それか、この黄、白いもや。多分白いもやが出口になってると思うんですけど。あ、出口って。この森の出口。うりーあ、あー油断してた。油断しちゃダメ。あ、ビビらねえからな、ビビらねえからな、マジで。あ、マジでビビんねえからな。あれってか、上に登った方がいいのかわからん。あ、これか。それかもね。うわ、びっくりした。なんかファーンと音鳴ったから、バトルネットだった。あお、見てないこれ。そうだね。西洋勝利の塔。へい、なんもない。え、は？何？今。どうした？今なんか主人、ムービー入った、ムービー入った。ムービー。歌の。びっくりびっくり。うわ、あああ、なんか覗いてる。誰かいた？何もない。は？あ、俺もビビった今。初めて見た。あ、待って。めっちゃ確認したら。うわ、うわ、うわ。誰か見てる。あ、ビビった。今、西洋家の方でしたか。失礼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 、失礼。すいませんね、こんな夜分に。夜にね、こんな訪れちゃって。夜分遅く失礼しました。ほんと。本当すまん。いや、ビビった。俺も初めて見た。初めて見たんだ。いや、え、てか、井戸の中は何もないと思ってた、ずっと。あ、そうなの。あ、やべ。あ、じゃあ、これから多分井戸の中を確認すると、あれだね。多分、あの、その世帯の方々が、ああ、こちらを見に来るんだろうね、きっと。うん、見に来る。やめろと言わんばかりに。そうそうそう。もうこっち来んな、と言わんばかりに。そこら辺周りを見てほしいんですけど、はい、ずっと左行ってもらって、あら？あら？正面向いてらっしゃるから少し安心だね。よかった。まあそうだね。青鬼のなんか某茶髪の女性キャラみたいにならないよね、多分ね。ならない、ならない、多分リノ？リノ、かこってな。あ、お姉ちゃん。は、お前、気楽か。どうしてあんたここにいるの？どこにいたの？お姉ちゃん、お姉ちゃん。
お姉ちゃん？ん？ふざけないで早く家に帰って、ギャグだと思われてるのが面白いね、これね。リノちゃん渾身のギャグ。リノちゃん渾身のギャグ。危ないわよ。おほー、お姉ちゃん。うわー、お前のせいだ。あら。いや、首折れたのに戻った。嘘やん。嘘やん。しかも俺のせいな。お前のせいらしいよ。責任転嫁ってのはもう怖いね。いつでもできるやな。おう。